ハロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。あ、呼び鈴が鳴りましたね。皆さんおはようございます。2021年1月29日土曜日の早朝ですね。トラさんいるかな。あれ、あ、いたいたいた、キジトラさんだ。ずいぶん泣くね。あら、キジトラさん。早朝の集荷作業になります。キジトラさん、なんとか食べてくれたようですね。キジトラさんの修行時間開始になります。今日は良かった、また普通のキジトラさんに戻ったようですね。ユニバーサルベーシックインカムですね。キジトラさん、食べるのがお仕事です。羨ましい限りですね。私もそんな風になりたいですね。ちょっと玉貸ししましょう。今日も誰か真剣に食べていますね。スタンドから拍手で送られております。またキジトラさん戻りましたかね。普通にね、キジトラさんどうしたのかな、ちょっとよくわかりません。お得意様の財力が限界だったのかな、ちょっとわかりませんね。もりもり食べていますね。なんか怪しいヤンキーなですね、ノリのいい曲が鳴っております。モリモリといえば、ちょっと画面も変色してきましたね。磁場の影響でしょうか。来ました、森村氏の違法海賊電波ですね。電磁波ですね。那須さん、丸ちゃん、トシちゃん、七夕さんが浴びてしまいました。電磁波にですね。岩雲和さん、ぶっちゃけ丸さん、ピコ次郎さんまでですね、浴びております。ちょっとこれはやばいですね。624、タルちゃん、正神先生も浴びてしまいました。もうこれ、完全に立ち直れませんね。みんな地面にね。五代目ジンさん、猫丸さんも痺れています。もうちょっとゲストさん、皆さんやばいですね。森村氏の違法海賊デンジャーですね。2022年バージョン、かなり強烈です。森村氏の違法海賊電波まだ来ますね。キジトラさんも浴びてしまいました。森村氏の違法海賊電波、しつこいです。まだ来ます。砂嵐状態ですね。森村氏の違法海賊デンジャーです。しつこい。ほんとしつこいですね。体がもう痺れております。ゲストさんみんな痺れて倒れてしまいました。森村氏の違法海賊デンジャー、まだ来ます。これはやばいですね。キジトラさんも痺れています。キジトラさんかなり痺れていますね。もう直接食らっています。違法電波がですね、収まりましたね。しびれか、お立ち台を降りてしまいました。キジトラさん。ちょっと一回休憩するようですね。第二ステージが始まりました。キジトラさん、調子いいですね。しびれながらにも、なんとか頑張っています。へこたれ変ですね。キジトラさんも。キジトラさん、プーマスタイルになりましたね。すごいすごい。プーマスタイルです。今日も見せてくれました。プーマスタイル合格です。満点ですね。尻尾が立っていますね。まだ続きます。プーマスタイル。尻尾が垂れてきたかな。プーマスタイルもね、ここまでですかね。野良猫か、お立ち台を降りてしまいましたね。また旅くださいと、東方の顔を見てきます。また旅を入れましょう。ちょん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 ってね、また旅を入れます。第3ステージです。スタンドからすごい歓声が湧いております。すごいですね。今日も5万人入っておりますね。観衆も大喜び。白いお猫さんがチロリー、意表をついてきましたね。再びプーマスタイルです。今日は調子いいですね。尻尾の角度もいいですね。なかなかキジトラさん、プーマスタイル再び合格ですね。
今日は2本合格になっております。じゃあ反対側から見てみましょうね。反対側からのプーマスタイルですね。なかなかいい角度なのかな。キジトラさんすごい格好ですね。なんかこうやって見ると月の裏側を見てるようですね。キジブタさんか、キジトラさん、そんなことないよな、キジトラさん。また旅をちょっと足しましょう。白いおねごさんになります。モールスが鳴っております。ジロリー、モールス信号です。チワ君からのモールス信号です。白いおねごさん警報ですね。白いおねごさん警報でモールスが鳴っております。聞こえるかな、キジトラさん。もう一回モールスです。モールスが鳴っております。白いおねごさんになります。ジロリー、キジトラさんの目も怖いですね。もう一回になります。ジロリー、野良猫を気にしていますね。やはり緊張するのでしょうかね。このね、お立ち台を守らなきゃいけません、キジトラさん。なんだかヤンキーのノリのいい曲になってきましたね。ちょっと気な臭い音楽ですかね。ちょっと怪しげな音楽が鳴っております。モリモリといえば、またラジオの来ました、森村氏の違法海賊電磁波ですね。また来ました、しつこいですね。画面が砂嵐状態ですね。またゲストさん電磁波を浴びてしまいました。やはり森村氏の違法海賊電磁波ですね。舐めてはいけません、森村氏の違法海賊電磁波です。しつこいですね。もう監修も浴びています。保険には入ってないのでね、あらかじめ保険に入ってください。森村氏の違法海賊電磁波まだ来ます。これはもう監修もゲストさんも私もキジトラさんも浴びていることですね。22年バージョン舐めてはいけません。それなりの格好してこなければいけませんね。保険には入ってないので あらかじめ注意してください。森村氏の違法海賊電波、今年はやたらと長いですね。今までお正月にですね、ために溜め込んだんでしょう、この電磁波をですね。森村氏の違法海賊電磁波まだ来ます。那須さんも浴びていますね。ちょっとやばそうです。まるちゃんも浴びてそうですね。森村氏の違法海賊電磁波ですね。あららら、村山も浴びています。村山はなぜか神戸で浴びています。ちょっとやばそうですね。森村氏の違法海賊電磁波ですね、まだ来ます。七夕さんも浴びてしまいました。ちょっとやばいですね。トシちゃんも浴びています。森村氏の違法海賊電磁波ですね。まるちゃんも浴びてしまいました。2022年バージョン舐めてはいけません。皆様へこたれ編ですね。お立ち台を降りてしまいました。やっぱしびれてるんですかね、キジトラさんね。キジトラさんまたたびにはまってしまいましたね。またたびでももう食べ過ぎですからね、キジトラさんね。ここはもうオフにしないと。早朝のお話はここまでになります。ゴロニャン体操1,2,3で転がります。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーす。